垂井義和君。垂井義和です。私は民主党新緑風会を代表して地方税法の一部を改正する法律案並び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に関しまして質問いたします。私は自らの政策の中心に地域がその特性を生かして何らかの専門分野に特化し自立した経済力を確保する地方分権同州制を実現すべきだと掲げてまいりました。法人の本社が東京に一極集中する状況のままでは地方分権を推進すれば法人税の乏しい地方財政は立ち行きません。しかしながら一極集中は仕事の効率を上げる上で効果があります。この矛盾を解決し今後の経済を喚起するためには地域を何らかの専門分野で特化した経済特区を先に進めていかなければなりません。アメリカにおいては IT はシリコンバレー、自動車はデトロイト、映画を作りたかったらハリウッドに行けばいい、金融はウォール街へ、政治はワシントンのように専門の特区があり連邦制が成り立ちます。何らかの分野に特化した町はその分野の仕事の能率、営業、学びの効率を上げ観光などの呼び水となります。特定の才能を持った人をランドマークとなり世界から同じ分野の才能を一箇所に引きつけ新しいものを生み出す価格変化に似た触媒の役割も果たします。残念ながら平成25年度予算を見ますと私が政策の中心に掲げております地方分権特化した地域を指定し逆行する予算となっております。つまり地方税を削減し一括交付金を廃止しているのです。一括交付金は地方自治体が所管官庁の枠を超えて地域の実情に応じて必要な事業を優先的に実施するための大切な財源であり事業を選択する際国の事前関与を縮小できるメリットがありました。当然ながら自治体は大いに歓迎しましたが政権交代によって自民党政権は無情にもこれを廃止元の紐付き補助金に先祖返りさせてしまいました。そのことに自治体の首相が一斉にブーイングし猛反対したのは当然であります。地方分権をあえて踏みにじる行為としか言いようがありません。うがった見方をすればこの裏には紐付き補助金の復活によりかつてのように自民党議員と霞が関官僚の癒着すなわち利権の甘い汁を吸う思惑があると勘ぐりたくなります。そこで新藤内閣府特命担当大臣にお伺いします。一括交付金を廃止した理由とは何ですか。紐付き補助金で地域の自主自立性をどうやって守るんですか。また安倍政権が中央政権集権を強化する一括交付金の廃止と各省庁の交付金などへの移行はせっかく定着しかけた地方分権のムーブメントに待ったをかけるものと考えております。安倍政権は地方分権を後退させたいのですか。総理経験者であり安倍政権を支える大黒柱でもあります麻生副総理に率直な見解を伺います。次に地方交付税削減についてお伺いいたします。地方交付税とは自治体間の財政格差を解消するため自治体が自由に使える財源であり地域の特性を生かした施策の実現に取り組む重要な財源であります。ところが安倍政権はこの地方交付税を6年ぶりに4000億円も削減しました。地方自治の根幹に関わると自治体が猛反発しています。一方で景気回復の号令のもと公共事業のばらまきを大々的に行い肝心の足元になる地方の財源をカットするのでは果たして景気浮上の効果があるのですか。地方にしわ寄せをした理由とは何ですか。安倍政権は地方の財政需要を軽視するのですか。地方を信用してないですか。
新藤総務大臣と麻生副総理に答弁をお願いいたします。地方税にかかる延滞金、還付加算金利などの引き下げには同意します。景気が悪い中、資金繰りがつかず地方税を延滞される中小企業の方もいらっしゃると存じます。デフレスパイラルの下で銀行金利も非常に低い中で、実情に反して 14.6% も延滞金を徴収していました。情報化時代では社会情勢に即した行政の効率化、スピーディな対応を民間レベルに押し上げるべきではないでしょうか。新藤総務大臣のお考えをお伺いいたします。地方公務員給与削減についてお伺いいたします。平成25年度予算案は地方公務員の給与削減を断行しようとしています。7月から一律に給与カットをするもので、建前は国家公務員が2年間で平均 7.8% カットするのに歩調を合わせたものです。しかし安倍政権が経済界に賃上げを要請して、大手企業がベースアップに同意し、満額回答の姿勢を示す中で、地方公務員の給与削減とは総理と逆のアナウンスをもたらし、安倍政権の方針に対して逆行して整合性がありません。例えばイトーヨーカ堂は定期昇給プラスベアで月給 1.5% 増、イオンは定期昇給プラスベアで月給 1.8% 増、トヨタ自動車は定期昇給維持プラス年間一時金178万円など、各企業が安倍総理の要請を受けて賃金アップの方向に進んできております。そして大企業のベースアップに中小企業が連鎖して賃金を上げるか否かが今後の日本の経済の浮上への大きな鍵となる中で、地方公務員の給与削減は上昇機運に水を差すことになりかねないと思いませんか。その見解を麻生財務大臣と新藤総務大臣、田村厚生労働大臣にお伺いいたします。さらに新藤総務大臣は、削減した給与は防災・減災事業や地域活性化に充てる、自分たちの給料を削った分は自分たちの町に使われるんだ、だから協力してもらいたいとおっしゃいます。個人のお金であればあるほど思慮深く適切に消費して、自分の腹が痛む人が見えない公金とか経費となればなるほど無駄遣いの温床となるものです。つまり個人のお金である給与を削減して地域の活性化と称して公金に充てるのは、適切な出費を無駄遣いの温床となる公金に置き換えることになると思いませんか。人件費削減を反映し地域元気づくり推進費と表向きは立派ですが、前つばもんです。ふるさと創生事業を彷彿してやりません。婉曲な火事場泥棒になりかねないんです。新藤大臣、このタイミングでの地方公務員の給与カットは撤回すべきではないでしょうか。私は安倍総理の目指すインフレターゲットと来年4月からの消費税引き上げと給与削減は相容れない方向だと考えます。麻生財務大臣はいかがお考えでしょうか。私は昨年12月13日に参議院議員として繰り上げ当選をいたしましたが、以前は衆議院議員でした。衆議院議員時代、議連での議論や委員会での質問など青年の主張のごとく理想論、正論を訴えてまいりましたが、議論ばかりで結果が変わったわけではありません。その反省により、浪人時代は政治家であるないにかかわらず、社会問題に議論よりもまず改善に向けた具体的な行動をしようと、少子高齢化対策に2つの事業を立ち上げました。一つは非婚率を下げるためにオタク専門の婚活パーティーを主催し、すでに2696カップル誕生させ、毎週のように結婚したという嬉しいお知らせが数々届いております。もう一つが65歳以上の高齢者しか雇用しない会社を立ち上げ、おばあちゃんの定食やメニューなし、レシピなしで愛情あふれた伝統的な和食、家庭料理をおばあちゃんが提供するのが好評となり、テレビ、マスコミの取材も殺到し、サラリーマンを中心として好評を博しています。よろしければ党派を超えて食べに来ていただけたらと思います。こうした経営の経験から、最後に政治家としてではなく実業家としての思いを述べさせていただきます。
経営者にとって先月はいくら、今月はいくらだったと一喜一憂する1ヶ月の売り上げは非常に強い思い出のある数字です。その中で 10% の消費税というのは年間が12ヶ月ですから一月の売り上げを超える金額となるわけです。一生懸命働いて稼いだ1ヶ月分の売り上げ以上の成果を法人税以外に消費税として支払うとなると、その時の憤りは毎月同じ収入をもらう国会議員には全く実感できないと思います。今から来年4月まで消費税を上げる間に確かな成長路線を力を合わせて築き上げていくべきです。震災の後のこの混乱を一つの戦後と捉えて、この後東京オリンピックを全力で招致すべきです。私は今がちょうどかつての東京オリンピックが始まる前の高度経済成長期前夜と重なって見えるんです。かつての東京オリンピック後の高度経済成長を再びベースアップに次ぐベースアップ、子どもを育てる世代の所得が倍増する、今日よりも明日、今年よりも来年と生活が向上し、誇りを取り戻すことこそが日本再生への道です。私は最近高齢者の雇用に力を入れて、おばあちゃんとの接点が増え、思い出すのは、亡き私のおばあちゃんが言ってた口癖です。今はいいよねという口癖です。私が子どもの頃、遊びに行きたくて出されたお寿司を急いで頬張って食べていると、味わってくれと怒鳴られました。今はいいよね。昔はお寿司なんか結婚式のような晴れのしか食えなかったんだよ。今はいいよな。今はいいよね。昔は盲腸で亡くなってたんだよ。今死ななくなったよねと。考えてみれば、食うや食わずでいた食糧難の時代に比べると余分に肉がついてダイエットに励む時代は夢のような話です。のろしを上げていた戦国武将がスマートフォンでツイートする女子高生を見ればまさに SF です。未来は今から見たら夢のような時代、 SF のような時代が待っているはずなんです。日本が急速に少子高齢化が進み衰退局面に入った頃、バブルの時は良かったとか、あるいは昔の政治家が威厳があったとか、今がいいというより昔を懐かしむ方向になっていました。自分がじいさんになったら孫にはやはり今がいいよねと言える時代にしておきたいと思います。昔はがんで死んでた時代があったんだと、今はいいよね、すぐ治るよねと、ガソリンを燃やして自動車が排気ガスを流しながら走ってた時代があったんだと、今はいいよなと、バナナのカスでも入れたら飛んでいくよねと、昔は税金を払ってたんだと、今は地方が活性化して儲ければ国民に小遣いを得るような地方自治体もあるよなと、そういうような新しい時代を作っていこうと思います。時代時代によって新しい問題はあるにしても、この後 iPS 細胞、医療改革、 ICT による効率化、新型エネルギーの開発、新しい技術を次々と開発し尽くし、クリエイティブクラスを育てて世界に冠たる日本の文化を配信する、次の時代の日本を一体となって作り上げていこうじゃないでしょうか。最後に、私同様サブカルチャーに明るい麻生副総理に日本再生に向けた決意とその具体的施策を伺い、質問を終わります。国務大臣、新藤義孝君。樽井議員から6点のお尋ねをいただきました。まず一括交付金を廃止した理由についてのお尋ねでございます。地域自主戦略交付金については、これまで地方から各省庁への交付申請手続きに加え、内閣府への事業実施計画の提出、各省庁への予算移管手続きが新たに追加されたことに対し、手続きの簡素化や窓口の一元化の必要性などの課題が指摘されていました。これらの課題を解決するために、本交付金を平成25年度に廃止し、各省庁の交付金等に移行することとしたところでございます。次に、移行後の各省庁の交付金等における地域の自主性、自立性の確保についてのお尋ねがございました。
地域自主戦略交付金を廃止し、各省庁の交付金等に移行するにあたっては、単に戻すだけではなく、これまで事業別に細分化されていた整備計画を、より大きな政策目的別にまとめるなどの運用改善を行うことといたしました。このように地方の意見を反映しつつ、地域の自主性、自律性の確保に向けて、制度をより使い勝手の良いものに発展的に改善することができたものと考えております。次に、交付税の削減についてのお尋ねでございます。平成25年度の地方財政計画においては、一般財源総額について、前年度と同水準を確保いたしました。その中で地方交付税については、地方税等が前年度に比べて4000億円程度増額となっております。一般財源総額を前年度と同水準を確保する中にあって、結果的に4000億程度の減となったものでございます。地方団体からは一般財源総額についての前年度の水準を確保するようにご要望いただき、この要望に対しては十分に応えたところであり、地方の財政事業を軽視しているとのご指摘は当たらないと、このように考えております。また平成25年度の地方交付税の算定において、地方公務員の給与費については、閣議決定に沿った水準を標準的なものとして算定することとしております。また地方公務員の給与は、各地方団体が条例で定めるものであることから、地方自治の観点からの問題があるとは考えておりません。次に、地方税の延滞金等についてのお尋ねでございます。地方税の延滞金、還付加算金については、現状の水準が現在の低金利状況に鑑み、高すぎるのではないかとの指摘があり、昨年の閣議決定において、延滞税の利率の見直しについては、低金利下における利率のあり方等を考慮し、平成25年度税制改正時に成案を得るとされていたところでございます。これを受け、平成25年度改正においては、国の延滞税等の見直しと合わせ、利率の水準については、国内銀行の貸出約定平均金利を基本とし、延滞金、還付加算金の利率を引き下げることにしたわけであります。平成26年1月1日後の期間に対応する延滞金、還付加算金について適用することにいたします。次に、地方公務員給与削減と日本経済の浮上との関係についてお尋ねがございました。民間企業の給与水準は、その企業の業績や景気の動向など様々な条件により変動するものです。他方で、地方公務員給与に関する今回の要請は、防災・減災事業や地域経済の活性化といった地域の喫緊の課題に対処するとともに、日本の再生に向けて国と地方の公務員が一体となって取り組む必要がある中、地方公共団体に対し緊急にお願いをしているものでございます。また、給与削減額に見合った事業費として、防災・減災事業と地域の元気づくり事業を地方財政計画の歳出に計上することとしており、地域経済にマイナスの影響を及ぼすことのないように配慮をしたつもりでございます。したがって、今回の要請が日本経済の上昇機運に水を差すことになるとは考えておりません。最後に、地方公務員の給与カットの撤回についてのお尋ねでございます。今回、政府としては、地方公共団体に対して、国家公務員の給与減額支給措置に準じた措置を講ずるように要請をしております。今回の給与削減にあたっては、地域の喫緊の課題に迅速かつ的確に対応するため、給与削減額に見合った事業費として、防災・減災事業や地域の元気づくり事業を新たに歳出に計上することとしております。各地方団体においては、こうした趣旨を十分に踏まえ、給与削減により捻出した貴重な財源をもとに、地域の安心・安全の確保や地域の活性化のため、効果的な施策に取り組んでいただけるものと期待しております。地方公務員給与の削減要請を撤回することは考えておりません。財務大臣、麻生太郎君。樽井先生から5問頂戴しております。地域自主戦略交付金の廃止についてのお尋ねがあっております。ご存知のように、地域自主戦略交付金は省庁を超えて地方が自由に使える交付金とすることを狙いとして、平成23年度に導入をされたものであります。導入後、各省庁への交付申請手続きに加え、交付金の取りまとめ役である内閣府への事業実施計画の提出、
各省庁への予算の移し替え手続きが新たに必要とされたことに対して、申請窓口の一元化や手続きの簡素化といった点で、地方自治体から改善を声が求められるの声が強く出ていたのはご存知の通りです。これらを解決するため、地域自主戦略交付金を25年度に廃止するとともに、移行先の各省庁において、交付金のメニューの送り化や、事務手続きの簡素化などの適用改善などを行うことで、地方の意見を踏まえつつ、より使い勝手の良い制度に改めたところであります。したがって、これらにより地域の自主、自立が失われるというようなことはないと考えております。地方交付税についてのお尋ねがありました。平成25年度の地方財政計画におきましては、社会保障関係費の増加などの財政需要を適切に反映して歳出を計上いたしております。その上で、地方が安定的な財政を運営を行えますように、地方税、地方交付税などの地方の一般財源の総額につきましては、平成24年度と同じ水準の59兆8000億円を確保し、地方財政及び地域経済に最大限配慮をいたしておるところです。したがって安倍政権は地方の財政需要を軽視し、地方にしわ寄せをしているとのご指摘は当たらないと存じます。なお、平成25年度予算の公共事業関係費は増額となっておりますが、これは地域自主戦略交付金の廃止に伴い、事業を各府省の交付金に移行したことによるものが大半でありまして、この要素を除けば、ほぼ前年度並みということになっております。その上で、国民の命と暮らしを守るインフラ老朽化対策や防災対策などにしっかり取り組むことといたしており、ばらまきとのご指摘は当たらないと考えております。民間賃金と地方公務員の給与削減についてのお尋ねがありました。民間資金は各企業の業績や債務や、また内部留保等々設備投資の状況などを総合的に踏まえて決定されるべきものである。ご存知の通りです。また地方公務員の給与の見直しにつきましては、削減額に見合うだけの事業費として、防災・減災事業と、地域の元気づくり事業を地方財政計画の歳出に計上することといたしており、地方経済にマイナスの影響を及ぼすことがないよう配慮しているところでもあります。したがって今回の地方公務員給与の削減要請が直ちに地域経済の回復や民間賃金の上昇機運に水を差すことにはならないと、さよう考えております。次に物価安定目標と消費税率引き上げや地方公務員給与削減との関係についてお尋ねがあっております。第二次安倍内閣では 2% の物価安定目標のもと、日銀が大胆な金融緩和を推進するとともに、政府が機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略を実施するという三本の矢によりまして、長引く円高デフレ不況から脱却することを目指しております。議員の今お尋ねになりました消費税の引き上げと地方公務員の給与の引き下げが景気にマイナスに働きかねないことが第二次安倍内閣の政策の方向性に反するのではないかとのご指摘かと存じますが、まず消費税の引き上げを含む社会保障と税の一体改革は、これは持続可能な社会保障制度を確立し、加えて国民の暮らしに安心を取り戻すために必要な施策と思っております。これは持続的な経済成長を図るために、市場の信任を確保する上で必要不可欠な施策とも考えております。なお、消費税率の引き上げにつきましては、法律で来年4月に実施することが決まっておりますが、本年秋に税制抜本改革法、付則第18条に規定されております通り、名目及び実質の経済成長率、また物価の動向などなど、経済指標をいろいろ確認をさせていただき、経済状況を総合的に勘案して判断をすることとされております。また、地方公務員給与の削減の要請は、
防災・減災、地域の経済活性化といった課題に対応するために行ったものであります。給与削減減額に見合った事業費を地方財政計画の歳出に計上し、全体として地方経済にマイナスの影響を及ぼすことがないように最大限配慮してまいります。したがってこれもデフレ不況からの脱却を目指す三本の矢の方針に反するものではないと考えております。最後に日本経済再生についてのお尋ねがあっておりました。強い日本経済を取り戻すことはこの内閣に課せられました多分最大の課題であります。大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略、この三本の矢を同時に打つことによりデフレ不況からの脱却し、雇用や所得の拡大を伴う確かな経済再生につなげていきたいと考えております。ご指摘になりました一番問題なのが三本目の矢のところなんだという点でご指摘になっているんだと思いますが、日本には再生医療とロボットを含めまして新エネルギークールジャパンを体現するご指摘のありましたサブカルチャー、コンテンツ、いろいろあります。私もいい話だと私も思うんですが、私が出しました予算案はお宅のが当選されれば民主党でこれ否決されておりますんでね、あなたが早く当選しておいてもらえばあれはそんなことはなかったと大変残念に思っているところなんですが、いずれにしてもこういった大きな可能性を持ったものっていうのは世界に誇れる潜在力とか技術力っていうのはもうある、分かる人には分かるんですけれども、これも全然そういうことではない方もいらっしゃいますんで、いずれにしてもこうした強みというものを生かしながら世界に先駆けてデフレ不況からの脱却というものを実現して、そして世界にその解決策を将来起こるであろう、オタクたちでも起こるであろう、デフレに対して、うちはこういう解決策をやったという先駆的な案を実現してまいりたいと考えております。厚生労働大臣、田村憲久君。たるい委員からは一問、中小企業の賃上げに関するお尋ねをいただきました。3月13日以降、自動車、電気などの民間主要組合に対して各企業から賃金と一時金に関する回答が示されました。賃金は多くの企業で定期昇給相当分を維持する内容でありますけれども、流通産業などではベースアップを示した企業も見られます。また一時金は自動車産業など業績が改善している企業において前年比増の回答も行われております。これから4月にかけて引き続き中小企業の労使を含め交渉が行われますけれども、ここでも十分な話し合いが行われ、企業の業績に照らして円満な解決が図られることを期待いたしております。